8月30日の夜、羽生結弦公式 YouTube チャンネルでの緊急告知がファンの間で大きな話題を呼びました。突然の発表により、ファンは歓喜し、チャット欄は瞬く間にコメントで埋め尽くされました。この告知は、予想外の嬉しいサプライズとして、多くのファンにとって記憶に残る特別な瞬間となりました。羽生結弦の礼儀正しさは彼が長年にわたり多くの人々に愛され、尊敬される理由の一つです。リンクに入る際彼は必ずスタッフ一人一人によろしくお願いしますと挨拶をし、何度も頭を下げる姿が印象的です。このような行動は彼の人間性の高さを示しており、その姿勢が多くの人々に感銘を与えています。また、羽生結弦のショー RE_PLAY でも彼の感謝の心が際立っています。ショーの終盤彼はマイクを手に観客席に向かって話しかけ、リンクの設営や管理を行うスタッフへの感謝の気持ちを述べました。特にリンク設営を担当する高橋次男氏に対する感謝の言葉は彼の人柄の良さを象徴するものであり、高橋氏もその言葉を誇りに感じたことでしょう。高橋氏は、羽生結弦を、律儀、だと表現し、彼が必ず挨拶を欠かさないことを強調しています。このような細かな礼儀を重んじる姿勢は、羽生結弦の持つプロフェッショナリズムを如実に表しています。また、坂本花織との交流についても触れ彼女がリンクでの会話を楽しむ選手であることを示しています。羽生結弦は、他の選手やスタッフとのコミュニケーションを大切にし、その場の雰囲気を和ませる存在です。一方で、ファンの声も非常に興味深いです。羽生結弦のメンバーシップ、メンシップに参加したファンたちは彼との直接的なつながりを感じることができるこの時間を幸せと表現し、興奮を隠しきれない様子が伝わってきます。あるファンは、この多幸感で今夜はぐっすり眠れそうですと述べ彼の存在がどれだけ多くの人々にとって癒しであるかが伺えます。さらに、羽生結弦はファンの気持ちや状況を非常に理解しようとする姿勢を見せています。過去のイベントでは、急なスケジュール変更により参加できないファンに対して、急に決まったし、4月だし、仕事休めないって方もいると発言し、その事情に配慮しました。こうした細やかな気遣いが彼のファンベースをさらに強固なものにしているのです。一方で、フレンズオンアイスの主催者に対する批判的な意見も見逃せません。台風の影響で遠方からの観客が来場できない状況にもかかわらず、返金対応が行われないことに対して不満が高まっています。遠征を予定していたファンがチケットを手放さざるを得なかったというエピソードは、主催者側の配慮の欠如を浮き彫りにしています。このような状況に対する適切な対応は、今後のイベント運営において重要な課題となるでしょう。また、羽生結弦はそのキャリアを通じて、常に困難に立ち向かい、自己の使命を果たし続ける姿勢を貫いてきました。自然災害や世界情勢の不安定さにもかかわらず、彼はその都度、前向きに取り組み、多くの人々に希望を与えています。特に彼の言葉や行動がファンに与える影響は大きく彼の存在が一種の精神的支柱となっていることがわかります。8月29日から始まったフィギュアスケートライフエキストラ羽生結弦プロフェッショナル2のパネル展では、台風の影響で現地に行けないファンのために、店側がパネル展の雰囲気を伝える動画を公開しました。このような取り組みは、羽生結弦のファンへの思いやりと彼の活動がどれほど多くの人々に喜びをもたらしているかを再確認させるものです。さらに、羽生結弦のファンにとっての特別な時間は彼の活動やメッセージを通じて日々生み出されています。彼の礼儀正しさや感謝の心、そしてファンを大切にする姿勢は彼の魅力を一層際立たせています。彼の一言一言が、ファンにとっての幸せな時間を作り出し、その存在が多くの人々にとっての癒しと力となっているのです。今後も羽生結弦の活動が、多くの人々に喜びと感動を与え続けることは間違いありません。彼の持つ人間性、プロフェッショナリズム、そしてファンとの深い絆が彼を特別な存在へと押し上げています。ファンにとって、羽生結弦は単なるアスリート以上の存在であり、彼との時間はまさに幸せな時間そのものです。